皆さんこんにちは8月16日水曜日新興株ウィークリーお送りさせていただきますあの SBI 証券の栗本と申します本日鈴木に代わりましてですねご担当させていただきます本日のお題は高決算発表で株価上昇に期待の中5型株後編ということで送らせていただきます それでは早速です、ね、日経平均と東証グロース市場指数の推移のグラフをご覧くださいで。こちらなんですけれども、8月8日から8月15日、東証グロース市場指数はです、ね、マイナス2.3%、日経平均マイナス0.4%と、相変わらずです、ねあのー、グロース市場指数にとってつらい状況が続いております。 あの米国市場なんかではです、ね、あの対中投資規制の,あの強化が発表されてエヌビリアなどです、ね、AI 関連等であの株高が続いておりましたあのグロース株にとってはあの利益確定の売りのです、ね、呼び水となった模様です。 であの10年国債利回りもです、ね、あのアメリカでも日本でも上昇傾向でしてこちらも高 PR 銘柄特にグローズ市場銘柄にとってです、ね、あの売り圧力が強まる要因となりましたで一方です、ね、同期間はあの決算シーズン発表シーズンがです、ね、ピークを迎えた週でもありました好業績を発表した銘柄はです、ね、あの相場を下支えた格好でした。 あの大型株から中小型株まで規模の,あの区別なくですねあの業績や見通しに対してあの市場は素直に業績が良かったら株価も上がって業績が良くなかった見通しが悪,くな悪かったら株価も難聴というようにですねあの素直に非常に反応することが多かった印象です。であの特にに月月期の決決算算なんでですすけれども3月決算企業にとってですね 第期にあたりますあのそのためあの、通期の業績目標をですね上回れるか、それともですね未達になってしまうかをあの占う上でで、すね非常に重要な決算発表期になりましたで。こちらですね、特に株価の上昇率が基地を大きかった当初、グロス市場指数のあ市場指数の構成銘柄となっております。 1>, 1位のインフォリッチなんですけれどもこちら、のコンビニやあとは駅とかにですねあのチャージスポットというあの水色の,あの充電器あると思います、こちらのモバイルバッテリーの提供を行っている企業です。であの8月10日の木曜日にですねあの中間決算を発表しております。こちらのの企業さん12月決決算算ななで中間決算となりました でコロナ後のですね、人流回復によってあのレンタルの売上高がですね、順調に増えた格好です。年、ね、期まで赤字の企業だったんですけれどもあの今回の第2クォーターですねあの中間決算ではついにですね、黒字転換の方を果たしております。であの業績の伸長を受けましてあの通期の見通しも従来あの赤字計画だったのをです、ね、あの黒字の方に情報修正しております。 であのその他、ランクインしております銘柄もほとんどあの期中に決算発表を行ってその内容が交換された銘柄がほとんどという顔ぶれです。で今回です、ね、そのような好業績銘柄をです、ね、よりあの定量的にあの測るためにスクリーニングを行ってみました。 でまず第一条件がですね東証グロース市場または東証スタンダード市場に上場している銘柄というものです2番目の条件は先ほど申し上げましたようにあの3月決算銘柄を限定させていただきましたで3番目なんですけれども時価総額100億円から1000億,億円未満ですねあのこちらの規模間で設定させていただきました。 第4条件なんですけれども、出来高平均が直近10営業日で2万株以上というものです。で第5条件がですね8月の7日月曜日から8月14日月曜日に、決算発表を行った銘柄というものに限定しております。で第6条件こちら結構あの大事な スクリーニング条件なんですけれども46月期つまり3月決算企業にとっての第一四半期ですねこちらの営業増益率が前年同期比での営業増益率が通期会社予想のですね営業増益率より大きい勢いがあるというもので設定させていただきました。で7番目なんでですすすけれどもあの通期期の会社予想営業利益に対するですね第一四半期自体 4 6月期第1四半期自体のですね進捗率のパーが25%以上というものにさせていただきましたこちらの単純にあの4分の1というものであの標準を測っておりますで8番目の条件なんですけれどもあの信用取引の,あの規制銘柄や注意喚起銘柄の対象になっていないという銘柄で限定させていただきました。で 以上のスクリーニング条件ですねあの満たしてすて満たしておりますのがこちらの図表の銘柄になっておりますこちらの図表なんですけれども4、6月期の営業増益率が高い順というふうになっておりますねそれぞれあの軽くご紹介させていただきたいと思いますまず一番上の6226の盛谷輸送機工業という会社です。 こちらですねあの荷物用のエレベーターをメインとしている会社さんです。であの物流施設なんかのです、ね、建設動向はあの非常に堅調に推移しておりまして、同社のですね受注も堅調に推移しております。であの円安なんかで,です、ね、生産拠点の,あの国内海域の方も今、追い風となっております。 四六月期の営業,利益なんです営業利益率なんですけれどもこちらもあのコスト削減等でですねあの前年比の三倍弱の水準まで上昇しております二番目こちらタイガースポリマーという会社ですこちらなんですけれどもあのホースやゴムシートが主力製品ですねあの自動車部品なんかを作っておりますで 本期からの,あの業績本格回復を見込んでおりましてあの海外売上高はあの前期時点でだいたい56%となっております第一四半期なんですけれどもこちらはあの日本とあのアメリカの方で業績の回復というものが寄与しましたやっぱりちょっとまだ中国の方は南朝気味なみたいです で続きましてデデリカフーーズホールディングスという会社ですこちらの会社なんですけれどもあの野菜の専門商社になっておりましてであの顧客さんなんですけれども外食向けが大体約82%であのコロナの時の打開策としてでもなんですけれども近年ではあの昼食向けのミールキットにも力を入れております。 で、コロナ後の人流回復でですね。あの4、6月期として過去最高の売上利益を更新しておりますね。あの続きましてですね。お家産業という会社さんです。こちらの銘柄に関しては後ほど詳しく説明させていただきます。ね、あの総合食品商社でして、あの外食や社食、あのヘルスケア向け等に展開しております。 ヘルスケアというのはですねあの病院さんやあとはですね高齢者向けの施設なんかが対象になっております。同社もですねあの経済の正常化やですね、あのコロナ後であの営業強化した病院やあの高齢者施設向けの,あの業態の伸長がですね寄与した形であの業績大幅改善。 が見込まれております。で、四六月期も非常にその目標に向け、堅調に、あの。業績の方を推移しております。で、最後にですね。あの、松屋アールデイという会社さんです。 こちらなんですけれども、裁縫ロボット、裁縫自動機というものを手掛けております。で主に顧客はですね自動車向け部品向けやあのメディカルヘルスケア向けに展開しておりまして、特にあの自動車部品さんや自動車メーカーのですね決算発表でもよく聞いたと思うんですけれども、あの半導体不足の,あの緩和であの受注の方がかなり増加した模様です。で,4 6月期はですね。ね 各利益項目の方で過去最高を更新する形となりました。それではですね、いくつか銘柄ですね、紹介、詳細に紹介させていただきたいと思います。まず先ほどの図表の一番上にありました、無理や輸送機工業という企業さん、紹介させていただきたいと思います。 こちらはですね、荷物用エレベーターの国内大手の企業になっております。えっと荷物用とあとは船ですね、船舶用のエレベーターなんかも手掛けております。で、あの冷蔵や冷蔵庫用のエレベーターではですね、国内トップクラスのあのシェアを誇っております。で顧客の企業はですね、大手の物流企業さんやあとはですね、自動車メーカーさん、あとはあの観光庁等がお客様です。 あとはオーダーメイドで設計、開発、製造を行っておりまして、あの保守や改装まで一気通関であのサービスを展開しているのが特徴ですで。事業を大きく2つに分かれておりまして、まず1つ目がエレベーターの,あの製造や販売です。こちら、だいたい売上高の高製品の58%を占めております。ね あの国内向けエレベーターの新設やあとは入れ替え、ですねあとは国内外ではですねあの船舶用エレベーターの3サービスで構成されております荷物用のですねエレベーターがだいたいこちらの事業で売上高の81%を占めておりますで例えばなんですけれども、えっと、豊洲市場ですねこちらの大半のエレベーターはあの同社の製品となっております。ね、顧客の 業種なんですけれども、えっと、まずまああの物流からです、ね、あの食品、あとは金融、あとは製造,業なんです製造業といったように非常にあの多岐にわたる業種,をあの業種に向けてあの展開している企業さんです。であとはです、ね、エレベーターの保守・修理、こちら、売上高の42%を占めております。 であのエレベーターのです、ね、定期検査やです、ね、定期点検というものがです、ね、法律で義務付けられているのでエレベーターを設置しているあの施設ですと必ず必要なサービスとなっておりますであとはです、ね、修理サービスなんかも提供しておりますであの顧客とです、ね、あの保守契約を締結するあのストックビジネスとして展開しております。 そのため、あの同社にとって非常に安定的な収益源となっております保守契約台数なんですけれどもあの前期でだい六千い6718台に上っておりましてこちらかなり右肩上がりに順調に推移しておりますサービスの特徴といたしましてあの全国どこでも365日ですね24時間対応可能な内容となっております。ね あの製造販売とあの保守メンテナンスなの,のパッケージサービス一気通貫したサービスがですね、同社にとっての強みとなっております。で、足元ではですね、あの EC 市場の拡大による物流量の量増加ですね、あの通販の方もかなり利用する人増えたかと思います。あとはですね、円安等による製造業の国内回帰が追い風となっております。 またですね。あの外注費用削減のためですね。今まであの外部に委託しておりました。業務の内製化を進めて、コストの削減の方を図っております。コストの削減なんですけれども、こちらの業績の図表を見ていただけるとお分かりいただけると思うんですけれども、利益率の方がかなり改善していることがあの図表から見て取れます。今期の4。6月期。 第一四半期の決算なんですけれども売上高がですね39億円前年度起費19%増で営業利益は5.3億円でこちら前年度起費255%増とかなり大幅増益を達成しておりますで営業利益の進捗率なんですけれども半期目標に対して72% ね、通期目標に対しては27、二十七パーセントと、かなり順調と言えそうです。e、ね、コマース市場の,あの拡大や、あとは物流施設の大型化。生産拠点の国内回帰などを背景に、市場環境はかなりあの良好な状態が続いておりまして、あの受注も顕著に推移しているみたいです。で円安等によるです、ね、あの資材価格の上昇というのが板でだった模様なんですが。あの 一部の資材の,あの国内システムへの切り替えやです、ね、あとは先ほどちょっとご紹介いたしました、えっと、内製化によるあの施策を行いましてあの,あれ率の改善でで対応した加工です、ねま、たすま新規受注に関してなんですけれどもこちらの方はあは販売価格の方の見直しも進めてこちらもあの業績増に寄与した形です。 利益率なんですけれども、えっと、前年同期から約3倍弱まで大きく上昇いたしました同社なんですけれども創業は1950年と70年以上の歴史を持つ会社さんなんですがあの新規上場を果たしたのは実は2022年と割と最近です。であの 前期はですね、2023年3月期ですね、こちらはあの現役予想であったことから、ちょっと株価の方も低迷が続いておりました、そ、はい、れで4月中旬ですね、今年の4月中旬頃いたいあの800円台前半ぐらいの株価でした。えっと。 しかしですね4月半ば4月18日火曜日、ですねあの前期23年3月期のですね予想減益幅の縮小を発表しました。で続いてあの前期の本決算ですね5月12日金曜日ですねこちらに、ね、大幅増収増益のあの見通しを発表いたしました。であの業績が徐々に 回復してきたんじゃないかということでですね。株価も素直に右肩上がりとなっている形です。で、通期業績の第1コーナーにあたります。4。6月期に決算発表を通過して、あの株価の方はですね。8月16日本日ですね。あの、本日時点にですね。あの徐々来高値の方を取引時間中ベースなんですけれども更新しております。 で2つ目の銘柄なんですけどお家産業という銘柄です。でこちらは先ほどちょっと紹介したんですけれどもあの外食等へです、ね、あの食品卸しを展開している企業さんです。であのこちらの企業さんもです、ね、あの利益率がです、ね、コロナ前の水準をはるかにあの上回っております。ちょっと先に図表をお見せいたしますと、 わかりやすいかなと思いますので、あのぜひご覧になってください。で、あの企業の中身について詳細にご説明いたしますと、えっと外食業態としてあのホテルやレストラン、あと居酒屋さんですね。その他にですね、あとはヘルスケアフード業態として、あと病院や高齢者施設なんかにもあの提供しております。あとはコロナで結構あの皆さん使う方が 増えたと思うんですけれども昼食業態といいましてあのテイクアウトやデリバリー業者等への、あのー、業者さんにもですね食品卸業の方を展開しております。であのー、こちらの 企業さんなんですけれども、ただ単にですね。食品メーカーから仕入れるあの数万アイテムの食材をですね。あの卸売りするだけではなく、あの外食業態に対しては食材やメニューなんかも提供しております。あとはですね。病院や高齢者施設さんなんかにはですね。あの食べる人にも作る人にも優しいメニューの提案というものを送っております。 このようなですね、きめの細かいマーケティング力は当社の,あの強みの一つというふうに見られております全国に営業拠点展開しておりまして、あの創業1947年なんですけれども、大阪市の,です、ね、あの個人商店が発祥でした。 あの現在なんですけれども関西初だったんですけれども現在はあの中日本や東日本への販売が大体8割超を占めておりますであの全国のニーズに幅広く対応できる44拠点ですね全国に営業拠点の方を有しております46月期ですね第一四半期の決算 あのかなり利益率良かったんですけれどもその前の2014年3月期から2019年3月期ですね こちらの同社の,あの売上高のほうは大体あの700億円台からあの1000億円台というふうにあのまあ順調に売上高の方は拡大傾向にあったんですけれどもただあの赤い線の営業利益のところをご注目していただきたいんですけれどもそちらの方はですね大体6から8億円ぐらいのレンジで横ばいの状態が長期化しておりました新型コロナの,あの影響が出始めた。 2020年3月期ですね。こちらからの利益が減り始めて、2021年3月期にはえっと営業損益が18.4億円の赤字となってしまいました。で、あの取引先である外食産業さんのですね業態の業績の悪化やですね、あとは。 先ほどご紹介いたしましたあの同社の,あの得意とするきめ細かい顧客対応の方が、えっと、新型コロナによるです、ね、人流の制約等で失われたことが大きく響いた格好です。 しかし、ですね、あのコロナで苦しんだあの2021年3月期にです苦、ね、肉の,の策ともいえるようなあのリモート商談やメール対応を駆使して、えっと、顧客の外食産業さんなんかのですね、コロナ対策を支援しました。であのまた、積極の機会というのを増やすためにですね、あのオンラインの提案会なんかも実施しております。 でこのオンライン化によってですねむしろあの全国の多くの,あの外食店さんの方から参加を受けるようになりましてあの今の好業績にあのつながる大きな下地となったというふうに見ております。で、あの業績はですねあの今ご紹介いたしましたあの対策の成果やですね外食店さん等の,です、ね、あの業績の回復なんかもあるんですけどそれらを背景にですね 前期2023年3月期はです、ね、まさにあの V 字回復の格好となりましたであの営業利益は16円と、あのー、長らく低迷しておりました14年3月期から19年3月期の約あの2倍の水準を確保しております、はい、でまさにあの V 字回復のきれいな業績の推表となっております。 であの24年3月期、ですね今期の第1四半期、4、六月期なんですけれども、売上高266億円で、こちら、前年同期比22%増で、営業利益の方はですね八8.8億円、こちらはなんとですね前年同期比238%増となりましたで、大幅増収増益でした。でこの四半 期のあの売れや営業利益なんですけれどもこちらの3ヶ月46月期の四半期単体の売上高がもうあの利益の低迷が続いていた14年3月期から19年3月期の営業利益を上回るあの水準でしたなのでですねかなりあの収益力の底,底上げの方をです、ね、あの印象づける高計算となりましたで。この要因なんですけれどもあの 同社のですねあの価格の適正化を進めたというのが1点で、もう一つ大きな要因としてはですねあの主に物流面でのあの経費の削減があったというふうに述べております。で、あの同社はですねこの高計算を受けてですね通期の会社計画売上高を上方修正で利益の方も従来予想は17.5億円だったのを25億円約 47情報修正しております株価の方もですね、えっと、2020年9月のね1909円というのが過去最高高値でしたであの株価の方はですね現在とそちらの方下回っている水準ですギリギリでただですね利益面ではですねあの過去最高水準への,あの底上げ傾向の花かでありえっと E、会社予算の EPS が今、175円73円なんですね。でそれに対する予想 p r の方が、えっと、8月15日時点の株価でおよそ10倍なのでまだまだあの割高感はあの乏しいかなという印象です。でこれからもあの株価の上昇にあの上昇余地がありそうなあの結果となりました。 はいで、今回ですね。ご紹介した銘柄なんですけれども、結構あの利益率の改善というところがあの上げている企業さんが多かったかなという印象です。あの市場全体ですね。今日もあの日経平均の方かなり下げておりまして、東証グロース市場の方も株価。それよりさらに軟調な展開でした。えっと業そうですね。そんな先の読めない中でですね。好業績銘柄。 というところでしっかり利益を重ねて積み上げていく会社さんに注目してこれに伴うあの株価の上昇も期待できる銘柄を選んでいくことが大事なんじゃないかというふうに考えておりますと本日はご清聴ありがとうございましたチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします